どうだ、これは41位以内に入ってるのか。ジャンプ、もうジャンプした、ここ許してほしい、そのくらい。え、待って、ジャンプができない、またボタン壊れたかもしれない。もう一回押すよ、いくよ、ジャンプ、ほらほら、ちょっと待って待って、どうすればいいの。ここではジャンプできる、はい、待って、なんで最後の最後にジャンプできるの。うわ、終わった、許せん、今完全にジャンプをしてたのに、なんならカチカチ音聞こえてたかもしれない。ちょっとボタンなんとかしてよ。今これさ、メニューに戻るとかはできるくせにさ、ほら同じボタンなのね、ジャンプとこのメニューに戻るのボタン、カチカチ聞こえるでしょ。これ今ここ反応してるんだけど、なぜかいいタイミングというか、まあ僕にとっては悪いタイミングで全く罰が効かなくなるっていうバグがあるんだけど、もしかしてあれなのかな、このハトポッポ自体はやめたいのかな。今もうやめときなよ、君は決勝まで残れないよ、1位なんてまた夢の中の夢だよって。僕はもうこれ以上死にたくない、行きたくないんだっていうことで罰を押してもジャンプしてくれないのかな。てかジャンプ先生で死んでるんだから1位いけないじゃん、こいつが協力してくれないと意味ないんだけど。どこ行ったポテト、あ、ポテト、お、君の方が一歩遅い、ジャンプ、ちょっと待って、もう待って、ありえない、待って、もう一回押せよ、もうカチッって音が聞こえるまで強く押せよ、はい、ちょ、なって、それだったら僕はボタン押してみなかったみたいになるじゃん、なんでそういう時に限ってちゃんとジャンプするの。もうそんなことどうだ、あー、もう絶対落ちたせいじゃん、もうこのコース嫌い、なんでジャンプ押せないの、意味わかんないんだけど。ポテト絶対落ちたよ、僕の隣ポテトだからね、右上、ポテト、お前落ちろよ。あのタイミングでジャンプ押せてたら勝てたってことでしょ。